中澤です。今日は前座ということで、本当は航空機観測が中心なんですけれども、やはりそのさっき坪木さんも言われてましたように、台風の強度っていうものを、測るその測り方みたいなところ、結構基本的なところですけど、それについて話させていただきます。まず台風の強度とは何か、なぜ台風の強度を測る必要があるか、どのように台風の強度を測る推定するのか、測る上での長所短所、ここではちょっと精度みたいなものにもちょっと触れたいと思いますけど、一番最後はあまり触れなくてもいいかなとも思いますけど、温暖化のこともちょっと、時間があれば触れたいと思います。一番最初のまず台風の強度ですけれども、もう言うまでもないかもしれませんけど、メインとしては中心での地上気圧と、最大風速、この2つということです。気圧についてはもうこれも言うことないかもしれませんけど、結局上空の空気の量が少ない、でそれは積乱雲によって線熱が放出されているために軽くなっているということに、対応します。で地上から上の方のその空気の量っていうものは、だいたい境界層の空気がそのまま上昇した時の、大雑把に言うとですね、温度分布、そういうものが決めている。で、しかしその中心付近というよりは、目の壁雲あたりの、温度分布が非常に大事であるということです。最大風速は、直接は地上気圧と、別の物理量ですけれども、実際に線熱の解放によって、得られたエネルギーからその一部が、運動エネルギーに変換されて、そういう最大風速をもたらしている。でこれも目の大きさが関係しますし、レインバンドの有無、二重眼とかいうこともありますが、目が二重になっていたりすることによってもその影響を受けるということが分かっています。ここは私予報に特化した話に書いてしまってますけど、もちろん台風の力学、メカニズムの理解にとってももちろん台風の強度を測ることは必要ですけど、主には予測を行う上でまずその台風を診断する必要がある、病気の例をちょっと書きましたけど、で、予測を行うためには台風の強度が分かればいいかっていうと、それで済む話では全然ないわけでして、台風の周辺の環境場もきちっと分かってなければいけない。強度だけではなくて、その台風を取り巻く、いろいろな場、ここに温度場、水蒸気場、風の場、それからもっと広く言うと陰地を、こういうその環境場が、適切に表現されていることで初めて、台風の予測も行えるようになりますし、もう一方では台風それ自身をそのモデルがどの程度よく表現しているか、この2つのことを組み合わせてなおかつその予報を行う上で、強度がちゃんと分かっていないと、いい予測ができないということであります。じゃあどうやって、強度観測強度推定を行っているかということで、ここに5つ書いてあります。この5つのうちの4つ目まで書いてあります。これはほぼ、精度が、良い順に書いてあると思ってもいいかもしれません。1番目は、航空機による直接観測、先ほど坪木さんが、お話になりましたように、飛行機で直接台風のところまで行って、観測しているわけです。で2番目は、航空機に搭載されているセンサー、リモセンを使った観測ですけれども、レーダーはもちろん皆さんお分かりと思いますけれども、ステップフリーケンシーマイクロウェーブラディオメーターとか SFMR っていうのも、もうすでにいくつかの航空機には搭載されていますので、この話もちょっとさせていただきたいと思います。3番目は、地球観測衛星の、センサーによって推定される、キーワードとしてマイクロ波っていう言葉を書きましたけども、後でマイクロ波がいかにその大事な、地球観測衛星のセンサーであるかということにも、触れたいと思います。4番目、これが気象庁をはじめとする世界中の、電業センター、
で用いられている方法です。静止気象衛星から、主に赤外画像ですけども可視画像も併用しながら、台風の強度推定を行う有名なそのドボラ法と言われているものですけども、精度から言うと、これが一番丸いって言っちゃうとちょっと語弊がありますが、客観的とはいえ結構主観的なところも入る、測定方法であるとは私は思っています、ここはちょっとその他で、少しだけ。まず一番最初の航空機による直接観測、台風観測のためにどんな航空機が使われているか、ちょっと後ろの人はもうホームページのアドレスとか読めないかもしれませんし、写真もちょっと見えないと思いますが、これ一番左側のから見てもらえると、もう米国ってもうほとんど9つあるうちの6つが米国の航空機になっている。だからいかにアメリカはそういう観測に力を注いでるかっていうのはよくわかると思うんですけども、その下から4番目にハリケーンハンターって書いてありますが、これ括弧して10って書いてあります。10機持ってるわけですね、10機持って台風観測を行っている。もうこのスケールから言ってももう負けたっていう感じがしますけれども、上から3番目に WB57 ってB52 とか B22 とかご存知の方いると思いますけど、 B57 っていうのにウェザーがついたんですね。 W っていうのはウェザーだから、そういうそのこれはもうほとんどスパイ機なんですけど、上空20キロを飛べる飛行機ですけども、上空20キロからいろいろな観測を、気象的な観測を行う。でここでその搭載機器の時にハリケーンイメージング放射系とかマイクロ波降水放射系とか書いてありますけど、NASA はご存知のように原料的なミッションではなくてやっぱりサイエンスのミッションなんですね。ですからどんどん新しい速記、その台風なら台風を知るためにはどういう新しい速記で観測できるか。さっき FMFR っていうその、海上風速を測定するマイクロ波なんですけど、それは真下だけしか測れないんですね。直下点、飛行機が飛んだ真下でしか測れないんですけど、ここのマイクロ波降水放射系っていうのは面的に風が測れる。でもうこれもまだ研究段階で、実用化にはまだもう少しかかるかもしれませんけど、そういう先進的な観測機器をどんどん NASA は提供してきている。で下の3つ、これ日本っていうのを特に入れてないんですけど、この下に書いた台湾、香港、韓国っていうのはもうそのちょっと香港は、台湾もそうですけど、台湾が民間航空会社に頼んでもうここ十何年ですかね、16年目、もうずっと毎年台風のミッションをやってるということでは、もう定常的に台風の観測をやってると考えていいです。香港もそういう感じですね。国の香港の、航空関係の、機関が、天文台と一緒になって、航空機を運用している。韓国は自分のところで航空機をも買って、運用がそろそろ始まるところということで、この東南アジアでも、香港も含めてですけれども、こういう独自の航空機を持って台風を観測するっていうことがもう実際に行われてきています。日本が本当はねそういう形でもできるようになれば、もっとこういう国々とも地域とも連携しながらやっていけるんではないかな。真ん中の搭載機器の絡んでほとんど共通してもちろん見られているのはドロップゾンデですね。ほとんど、一番主力となる機器はドロップゾンデですけど、SFMR も、いくつかのところで、こことここしかないかな、ただもっとあるかもしれない、 G4 にも載ってるかもしれませんけど、ね、違うかな、ちょっともう他のところにも載ってると思いますけど、 SFMR というのも
大事なセンサーの一つということです。ドロップゾーンではご存知の方多いかもしれませんけど、地上からの上げるゾンデ、観測気球はご存知かもしれません。それを逆にその飛行機の方から落として、まあ、大気の気温や湿度などを観測する装置です。で、これまでですと、ENCAっていうそのアメリカの研究機関が、作っていたのはこんなふうなドロップゾンデでパラシュートがついてまして、まあ、ゆっくり落ちるように、してる。この辺にいろいろな、気圧、気温、湿度を測るセンサーがついてます。で、今回坪木さんたちが、使用したのはこの明星電機の、後で清水さんが詳しくお話しされると思いますけど、こういうパラシュートがついていない、新型のゾンデ、ですね。そして、GPS から風も測定するとか、それから、観測データを航空機で受信して、データを、いろいろと利用するということです。で、航空機による直接観測っていうのは、まあ、歴史が長くてですね、これは1959年の伊勢湾台風の時に米軍が、観測した例を、持ってきました。ここで中心貫通飛行って書いてあります。ですからもうこの時からもう米軍は台風の真上を通って観測を行っていく。で、ドロップゾーンでも落としていくっていうことです。で、これは川端さんたちのグループがその昔の米軍が観測した、ドロップゾンデのデータとかを使って、それらのデータを数値予報モデルに取り込んで、再現したイスラム台風。でも非常に、実測とよくあって、予報が行われていたというわけです。で、ひまわりはまだもちろん上がっていませんし、富士山レーダーもまだ導入されていなかったということですけれども、まあ、そういうイスラム台風の再現にやはりこういう米軍の航空機の観測が大きな役割を果たしました。2番目、じゃあ搭載センサーによる観測ですけれども、これは先ほどからずっと何回か言ってます SLMR の装置ですけれども、こういう羽翼、羽のですね、下に、翼の下にこういう装置を置いてまして、もちろんマイクロ波なんですけど、マイクロ波のセンサーなんですが、ここに書いてありますように、海面の白い、波が立って、その波に伴って、まあ、白い泡ができるわけですけど、そういう泡からマイクロ波を放射させる、そういう性質を利用してあった。初めての人はよくこういうの見つけたもんだなと思うんですけど、そのマイクロ波と、そのマイクロ波、多分マイクロ波はかかってて、どうも海上の風速が強まって波が荒れると、どうもマイクロ波が多く射出されてるらしいっていうのを、どうもその泡から来てるんだっていうのを多分見つけたんじゃないかと思います。誰か知ってる人いますかね。小林さんとか知ってる。私もちょっと、ね、原理はそういうことらしいです。どうもその、ブツブツ、海の上に風が吹くと波が立ちますよね、白い。それから放出されるっていうことだそうです。で、それをまあ6つぐらいの、異なる周波数のマイクロ波を受けて、それから海上風を推定している。その右下の図がその実際にある、一例ですけど、まあ、こういう感じの赤い線が、まあ、これちょうど台風の目だと思うんですけど、そこの目の壁雲のところで非常に強まって、目で弱くて、またその反対側の目の壁雲のところで強まっている。まあ、こういう、海上の風の分布が得られているというわけです。これも非常にパワフルな、ですから最大風速とかを見つける上では非常に重要な装置です。じゃあ3番目。地球観測衛星で
どれくらいのことなのか、まあ、先ほど来マイクロ波っていうことを言ってますけど、まあ、大体数ミリから数センチ、10センチぐらいですかね、それぐらいの波長を持つマイクロ波で、こんだけいっぱいあります。まあ、メジャーなのはあの放射系なんですけど、その中にも散乱系、レーダー、探査系、干渉系、まあ、干渉系はちょっとね、あまり私も最近見てたら、あ、なんか干渉系でもなんか、戻るみたいだっていうことが分かったんですけど、これはあんまりメジャーじゃないですね。まあ、一番下に書いてある。だから一番メジャーはやはり放射系、散乱系、レーダー、探査系、この4つですよね。で、それぞれあの選べる物理量、台風に、役に立ちそうな、台風を診断するで、大事そうな物理量、ここにちょっと、書きました。降水量、水蒸気量、海上風速、海面温度、雲水量、まあ、塩分濃度、まあ、こういうものが放射系からは求まる。まあ、センサー名はあの気にしやされなくてもいいですけど、まあ、どんなセンサーが、実際にそういう観測を行っているのかということです。まあ、いくつかの衛星のセンサーが使われている。散乱系、これは海面に直接マイクロ波を放射して、そこから帰ってくる電波の強さから、まあ、海上の、風を推定するものです。これも、まあ、もう今退役してしまっている衛星もありますけど、まあ、フェースキャットというようなものもあります。降水レーダーからはもちろん降水強度、GPM、それから探査系、これはあの地上から来る、あ、地上というか大気から来るマイクロ波から、気温や、温度などの燃焼分布を推定する。これもですから、台風にとっていると、暖気核と呼ばれている中心付近に暖かい、空気が中上層にありますけど、そういうものを推定するのに用いられます。ちょっと書いてありますけど、そのエアーズも実際にはあのマイクロ波じゃないですけど、エアーズ AIRS というそういうセンサーも、使われている。ちょっとマイクロ波はいくらでも図があるんで、どれを出そうか迷ったんですけど、これはあの去年の台風第5号の、89ギガとか90ギガとか そういうあたりの、周波数帯の画像を、米国の、海軍のサイトから持ってきたと思います、ね。まあ、まあ、こういう画像がいくらでも手に入るような世の中になって便利になってきたんですけれども、よく見ていただくと、この台風は日本にも上陸してまして、これ九州ですかね。で、まあ、目もはっきりしています。何をこれ表しているかというと、まあ、上層の対流圏上層の、まあ、氷雲みたいなものを、表している。ですから、それだけ海流活動が、まあ、活発なところほどこの赤い色をしているということが、まあ、分かってきております。ですから発生前のこういう非常にランダムに、海流が起きている状況から、だんだんに組織化されて、渦がしっかり見えるようになって、台風の目もまあ、こんなことから台風の強度推定にも使われているということです。4番目は、これが、まあ、あの気象庁とかで使われているところ、こう静止気象衛星から、特徴的な雲パターンや、レインバンドの弧の長さとかを用いて、まあ、台風の強度指数を推定しているということです。で、その強度指数を、実際には過去の航空観測から得られた最大風速とか、いうものと、対応をつけてですね、テーブルを作って、ある台風強度指数を決めたら、じゃあその強度指数でしたら最大風速はこれこれというふうに計算しているわけです。これあの、まあ、ドラックという人がその、実際の画像のデータから、まあ、こういう画像の雲パターンしてたらこういう強度だというのを示していまして、
1から6まで書かれてますけど、もちろんあの数字の、まあ、大きくなるほど、まあ、台風の強度が強いということです。これはいろいろな雲パターンがあるといった理事会示しております。で、まあ、ドボラックさんのやった仕事っていうのは1970年か80年とかそういうもうだいぶ古い話なんですけど、最近はアドバンストっていうことで、クリス・ベルデンなどのチームが、台風の中心だ、これは多分台風の目があるときに特化したような手法なんですけど、台風の目の周りの壁雲のところでの軌道温度と中心付近での軌道温度の差から、台風の強度を推定するという、まあ、非常に客観的にもう自動的に、強度の求まる手法ですけれども、そういうような新しい、アプローチですから、前のところの方が、まあ、赤外、可視画像だけだったに対して、先ほど言いましたマイクロ波の画像とかも使って強度推定を行っているということです。これはの相対になるんですけど、エアロフリッパーって言って、あのフランスの開発した、渓流気球からケーブルを海面に下ろしまして、その途中で観測を行う、台風周辺で補給するということで、こんな風にそのポンチ絵で見ると、あるところでリリースして、まあ、それが時間の台風の中まで、行って観測、まあ、1回だけですかね、これまで観測したのは。結構大きいんで費用がかかるんじゃないかと思うんですけど、さらっと書きましたけど、あの小さいあのエアロフリッパーを私がちょっとやってみようかなと今計画中です。それ計画ですので実現するかどうか分かりませんけど、2020年にまたあの坪木さんのグループがあの大規模な国際観測を、北西太平洋でやろうとしてますので、それまでになんとか2020年には間に合うようにやれたらいいなと思います。まあ、小型にして気圧計だけ、南大東あたりから補給しようと思います。じゃ あの今、4つぐらいをざっぱに示しましたけど、まあ、いろんな長所もあれば短所もあります。もちろん航空機の直接観測は、まあ、貫通できれば非常に精密な観測を行います。しかしやはり、乱流に見舞われたりとかですね、安全面では結構、あの心配になるようなところももちろんあります。搭載センサーもしっかりです。地球観測衛星は広域をカバーできますし、いろいろな物理を先ほどお見せしましたように、多様な物理量が解析されます。雲の下も見ることが可能です。しかしながらあの時間分解能は非常に荒いですし、1日2回というのは普通ですから、そういう点では、まあ、時間分解能は、まあ、あまり良くない。それから精度についても検証が必要である。最後の静止気象衛星ドボラック砲ですけれども、まあ、広域をカバーして高い時間分解能はあるんですけれども、まあ、そういう意味で言うと精度をやはりきちんと、検証する、これもあのマイクロ波と同じようなところもありますし、まあ、雲の下は見れないわけで、上層の、雲移動ベクトルみたいなもので風速みたいなものを測定できますけど、まあ、上が雲で覆われていると下は雲がというようになります。温暖化になる前、現在までの、まあ、台風の、変化傾向みたいなのがあるのかということで、先ほど、坪木さんが JDWC と気象庁のその図を見せてられましたけれども、これはあのメイン&シェア2016年から持ってきたんですが、10分平均の気象庁の値から計算するとこの緑、1分平均の最大風速を、JPWC アメリカですけど、それで引くとこの黒い線、
ですから、平均の仕方が違うわけですね。アメリカは1分値、だから1分値っていうのはもちろん10分値の平均より当然風速強くなりますよね。で、通常だと 1. 点何倍とかっていう係数をかけて、ね、10分値は風速弱いです。ですからそれに 1. 点何倍3とかかな、なんかあのどの風速であっても風速によらずある一定の係数をかけて10分から1分に変更したりして論文はいろいろ書かれています。ただそれだとどうもよろしくないんじゃないかということで、メイヤーとシャアはもうコロンブスの卵です、これ私から言わせると、この一番左端が、真ん中から見た方がいいかな、真ん中がドボラックのその共同指数です。1から8まで書いてある。でこの左側とこの真ん中のカラム、これは気象庁が使っている変換テーブルです。ですから例えば、ドボラックの共同指数が7だったら、107ノットですから53メートルぐらいの風速、最大風速ですよっていうことです。で一方この右の2つ、これはアメリカのですから、ドボラックが、提唱した、ごめんなさい、こっちは小葉さんっていう方が、求められてたテーブルに基づいています。でこちらは、ドボラックが、のテーブルでして、共同指数7だと140ノットだよと、70メートルパーセクですよと言っているんです。で、彼はあのメイン&シャアは何をやったかというと、どちらのセンターも衛星画像から得られる強度指数は同じだとしましょうと言ってるわけです、ね。まあ、誰が見ても衛星画像を見たら、この台風強度は7だよねとか6だよねとかばらつきあるんですけど、実際にはばらつきあるんですけど、まあそうだと思うと、はい、じゃあ、試合は7だと、台風強度は7だと、そうすると10分平均だと107ですよと。でこれはこのテーブルから見ると一番右に行くと、あ、1分値ですと140ですよねっていうことがもうすぐ分かるわけです。今まではさっきから言ってますように、10分値から1分値は単に 1. 点何倍とかっていう係数を出して比較してたんです。どうもそれだとうまくなさそうであるっていうことをメイン&シャアは気づいて、こういうふうにやったら、さっきのこの赤の図になった。で、赤でもですから比べてほしいのは黒と赤なんですね。で、黒と赤見ると結構合ってるんですよね。ですからあくまでこれは10分値で比べるのはやはり正しくなくて、比較するであればやはり同じ土俵で比較しないといけないので、で同じ土俵でしか比較するんですけど、単に変換テーブル 1. 点何倍して変換するんではなくて、さっき言ったようにこの同じ画像を見てたら、そもそもそのテーブルをこういうふうに両方で比較してみたらいいよねという、本当にコロンブスの卵だと思うんですけど、やったらこうなったというわけで、これはもう私的にはこれ非常に明快なやり方だな。でちょっと彼らこの増えてるか減ってるかのそこについてはいろいろ議論がありまして、例えば1987年から今あるでやりだしたんで、そのあたりからもちろん方式が違ってるもんですから、そこまでの期間を例えば覗くとですね、87年以降の図を見ると、まあ、人によってはこういう ここが小さいもんですから値が、そういう意味でこう増加しているように見えますけど、まあ、87年ぐらいをちょっと削ったりすると、まあ、それほど、増加傾向っていうのは見えないんじゃないかっていう人もいますよね。いずれにしてもこの赤と黒がよく合ってるっていうことは、気象庁の、
米国日本の気象庁も米国の統合台風センターの結果も、衛星画像から、同じような共同質を出しているということをこの過程は担保されているのではないかというふうに思っています。まあ、私気象庁なんで気象庁の方を持っているって思われるかもしれませんけど、でもまあこういう話で非常にね、あの筋書きとしてはこれずっと何年も揉めてた話なんですけど、メアンドシャアで結構私は明確になったんじゃないかな、自分では思ってます。これはいいんですかね。これはまだあの温暖化で台風強度どうなるのかっていうのは日本の研究者によっていっぱい研究出てますけど、昨日ですか、杉さんも発表されておりましたが、モデルの方もまだパラメタリゼーションというその、石油の取り扱い方に、不確定な要素もあってですね、IPCC の第5次の評価報告書では、必ずしもその、台風の強度や頻度が変化するかどうかというのはあまり確信度が低いと言っております。これはちょっと後ろの方の人読めないかもしれませんし、もうご存知の方はよく分かっていることかもしれませんけど、まあ、もし、ホームページで台風のいろいろな情報、見てみたいという方はご参考にされたらいいかなと思って載せました。はい、台風の強度、中心気圧と最大風速、そういうものを、強度観測したり推定したり方法について、まあ、長所や短所について述べました。航空機、衛星観測、その他温暖化についても、少しだけ触れさせていただきました。以上です。せっかくですので、2、3あのご質問を受け付けたいと思います。もしあのご質問ありましたら、挙手して、ください。いかがでしょうか。最後のところで、少し時間があればと思っているんですが、田中さん、今日これでお帰りになるということで、はい、もしあれば今のうちにお願いして。これはプレゼンはどこかに載るってことはないんですか。それまでは考えてないですが、やってもいいですか。講演ありがとうございました。衛星と航空機の比較がありましたけども、理想を言えば排他的じゃなくて、そのお互い共存する形で両方あった方がいいと思うんですけども、その辺に関してなんかご意見、コメントとなればよろしくお願いします。よくわかんない、共存ってどういうの。どっちか1個あれば台風の強度がちゃんと測れるっていうことじゃなくて、私そういうふうに言ったつもりは全くない。もちろんそう、そうで、もちろん全部なんていうんですか、使えるリソースは全部使って、やはり何が新地かみたいなものはやっぱり測る必要があって、ただ、いずれにしても飛行機っていうのは非常にリソースがかかるものですし、そう簡単にはいかないということでいうと、1、2っていうか飛行機によって観測っていうのはもちろん一番大事にしたいし、新地として一番近いものですから、それなしにはそのトレンドなんていう話があって、もうほとんど夢物語になってしまう。航空観測が大事なのはもう言うまでもないことだと思います。そうなっていいですか。はい、じゃあ他にもしましたら、ですね、その台湾とかその香港で航空観測をしていると、はい、でその結果っていうのはですね、ホームページとかそういうことですぐ公表されるニアリアルタイムの方にですよ。はい、香港は私もよくは知りませんけれども、少なくとも台湾はもう観測データを航空機の上からもう直接もう米国の方にトランスミットしています。ですからそれは
米国からまた日本にも来てますから、日本でも一応台湾のデータを使っていると、もう リアルタイムで、はい、そうですね、台湾は GPS 乗ってますので、リアルタイムで使っていると思います。香港まだそこまでは行ってないと思います。よろしいでしょうか。大西さん、最後アメリカの平均と日本の、まあ、日本世界平均の平均、はい、もう私がタイムセンターの初期をやっていたりからですね、非常にいつも問題になってそうですよね。中澤さんは係数かけてという話されましたが、風速によって違う係数をかけるというのは気象庁の現場ではですねやってまして、まあ気象系ではあったんですが、今日のお話が非常にまめかいだと、市街地、市街地を中間して 6.5 だったら 1.27 かけてもらえばいいという話なんですけどね。やっぱり風速が強くなるほどその係数が大きくなるんですかね。さっきトレンドの絵が出たんですけども、はい、あれで見ると、まあ、古い方は増えてるかもしれない、増えてないかもしれないという話があったんで、まあ、ちょっとそれで見てもなんか、10分平均値で見ると強いのが平均値が減ってきてて、1分値で見ると増えてる部分見えるんですよね。でこれは増えてるっていうのはですから台風の個数ですから、これ左側強い台風の個数なんで、10分値だとそもそも弱いからその個数に乗っからないわけですね。強い台風の年間の個数、ただ試合数でいうと、はい、大きな試合数のものが増えてきてる。まあだから これの107対140を見てると思ってもいいんじゃないですか。ちょっと普通に強さ権利が見ているとそんなに強いのが増えているという印象は、まあ、持ってないと思うんですので、ちょっとこの結果とどういうふうに考えればいいかなと。いやいや、ですからこれやはり人によっては全然増えてないよという人いるんですよ、私のすぐそばにも。ここを除けばここを入れちゃうと、まあ確かにそうかなと思いますけど、後半見ると上がってる時もあれば下がってる時、また上がってまた下がってるで、これ長期的にはバリエーションはあるけれども、それほど増えているとは言えないんじゃないですか。今後の研究に期待します。はい、どうも、はい、どうもありがとうございます。微妙に専門的で難しい話になってますけども、要は今ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ今されてた趣旨は台風の共通点は難しいということです。はい、ありがとうございます。続きまして、立教大学医学部の伊藤浩介さん。